皆さん、こんにちは。今回紹介するのは、アメリカの失敗兵器、パラサイトファイター、寄生戦闘機です。寄生戦闘機、なんやそれ。爆撃機など大型の母機から発進して、回収される戦闘機のことだよ。これを空中で行うことから、母機は、空中空母という表現もあっているかもしれないね。空中空母、なんかかっこええな。アメリカが開発していた寄生戦闘機計画は、死亡事故を含む様々なトラブルが相次ぎ、結果として失敗しました。具体的に、どのような計画のもと開発が進んだのか見ていこうと思います。アメリカでは、第二次世界大戦末に、初期のジェット戦闘機が誕生するものの、航続距離が短いという欠点がありました。そこで、爆撃機を護衛するため、爆撃機と戦闘機をくっつけた寄生戦闘機の開発が始まります。戦後の翌年、1946年に初飛行した長距離戦略爆撃機 B-36 ピースキーパーに護衛戦闘機を搭載し、空中発進させるという計画が練られました。寄生戦闘機として開発されたのは、XF-85 ゴブリンです。ちっちゃくてスズメみたいやな。XF-85 ゴブリンは、B-36 の爆弾層に収める形で共に離陸し、戦闘空域で展開し、敵機と交戦。交戦後は、再び B-36 の爆弾層に回収され、帰投する計画でした。そんなことできるんか？結論から言うとできなかったね。なんとなく理由はわかりそうやけど、原因は？熟練パイロットでも、母機への帰還が難しかったことかな。XF-85 ゴブリンは、B-36 で試験される前に、B-29 を使用した一連の試験が行われました。実施されたのは1948年です。終戦から3年後やな。母機から飛び立ち、母機に帰還するという内容で行われたものの、8月に行われた最初の試験で、帰還に失敗し不時着。2ヶ月後に行われた2度目の試験では帰還に成功したものの、その後も相次いで試験に失敗します。これまでの失敗兵器の流れからして、もうあかんやつやな。結局、XF-85 ゴブリンは、合計7回の試験が行われたものの、B-29 に帰還できたのは3回のみでした。合計飛行時間もわずか2時間19分で、結果的に B-36 での試験は一度も行われず、廃案となりました。ちっちゃくて可愛いのに、ちょっともったいないな。この子なんだけど、この形が原因で飛行性能が著しく悪く、空中戦では負ける可能性が高いという欠点もあったんだって。何してんねん。何の意味もないやん。一方、並行する形で研究されていたのは、同じく B-29 を母機とした寄生戦闘機です。なんと、翼の両端にジェット戦闘機をくっつけて航続距離を伸ばす MX-1016 計画が行われていました。おい待て、曲芸飛行になっとるで、今ならお金稼げるレベルやん。元になったのは、第二次世界大戦中のドイツで行われていた航空機を2機つなげた状態で飛行させ、航続距離を伸ばすという研究。戦後、ドイツからアメリカに渡った一人で、航空機の設計技師、リヒャルト・フォークト博士により、研究が進められました。翼をつなげた試験は、ゴブリンから1年遅れた1949年に実証試験が行われました。結果、軍が求める成果が得られたらしく、本格的な研究に進みます。翌年の1950年9月に、初めて試験された MX-1016 計画では、B-29 を母機に、F-84 サンダージェットを寄生戦闘機としました。これはすごいな。以降、10回の試験が行われたものの、1953年の試験中に事故が発生します。これまで通り、飛行中に翼が接続したものの、当時 F-84 に搭載されていた自動操縦装置が作動したことで、結果的に両機が空中衝突し、墜落、双方のパイロット、乗員全員が死亡しました。事故原因は自動操縦装置やったの？当初、手動で飛行試験が行われたものの、自動操縦が導入され、事故があった飛行試験では、その改良型が搭載されていたそうです。しかし、この改良型の自動操縦装置が作動したことで、直ちに飛行姿勢を崩し、衝突したと記載されています。それは残念やったな。MX-1016 計画では、B-29 と F-84 は、翼をつなげた状態で、最長2時間40分以上も飛行し、F-84 のエンジンを停止した状態でも飛行するなど、アメリカ軍は前向きな評価をしていたという印象があります。でも、死亡事故もあったんやし、
さすがに計画は中止されたんやろ。痛ましい事故は発生したものの、規制戦闘機計画は破棄されませんでした。むしろ、運用方法を変えて、規模が拡大されていくよ。ほんまか。1952年、B-29 と F-84 の死亡事故が発生する1年前に試験されたのは、超長距離爆撃機、B-36 を母機、F-84 サンダージェット戦闘機を子機に、爆弾層に半埋め込み式に搭載するというファイコン計画です。ゴブリンで失敗してたやつやん。確かに失敗はしていたんだけど、運用方法は評価されていたらしく、既存の戦闘機を搭載することで、ゴブリンの欠点を解決。結果的にこの計画は実戦配備されることになります。こっちの感覚が麻痺してくるな。これまでの規制戦闘機は、敵の空域で敵の戦闘機から爆撃機を守るってコンセプトだったよね。せやな。ファイコン計画では運用方法が変わっていて、爆撃機で運ばれた規制戦闘機が主体なのよ。どういうこと？規制戦闘機に核兵器を搭載して、爆撃機から発進。その機動性を活かし、敵地を攻撃。母機に帰還するという計画だったのよ。またヤバいの計画しとるやん。ファイコン計画の初試験が行われた翌年、1953年には、より高性能な F-84E に機体を変更。本格的な試験が続けられました。その回数はなんと170回。ガチな計画やん。今まで張ったりかと思っとったわ。しかし、弾道ミサイル技術が向上したことや、同時期に RF-84K 戦術偵察戦闘機が就役したことを機に、核攻撃に用いる計画は取りやめになります。そこで、B-36 に RF-84K 偵察機を規制戦闘機として搭載。母機は、相手の防空網の外側で空中待機し、規制戦闘機が機動力を活かし、防空網をすり抜け、偵察を行うという任務に生まれ変わりました。RF-84K は武装することができ、母機の護衛戦闘機としても運用できました。そして、B-36 と RF-84K は、1955年に生きりながら就役します。犠牲もあったけど作り上げることに成功したんやな。すごいやん。そして、1年後に退役しました。何してんねん。おかしいやろ。退役した理由はいくつかあるんだけど、第一にゴブリンでも明らかになっていた、母機からの発進や帰還が難しいという問題。天候がいい飛行に恵まれた環境下でも、相次いで事故を起こしていたとされています。ここまで来ると、誰かがゴリ押しで配備した印象があるな。当時、U2 という長距離を飛行可能な高高度偵察機が登場したことで、RF-84K を用いた危険な偵察ミッションを行う必要性もなくなっていたそうです。しかし同年、ジェット戦闘機の短い航続距離を解消しようと、軍は、B-36 の翼と RF-84K の関節アームを接続するトムトム計画を実施。前墜落したやつと似とるやん。誰か止めて。試験飛行から間もなく、接続が解除され、危うく事故を起こしそうになるなど問題が発生。呪われとるで。空中給油技術も発達したことを受けて、より安全にジェット機の航続距離を伸ばすことができるようになり、規制戦闘機計画はようやく廃案となりました。それにしても、すごい計画やったんやな。空中空母という発想はこれだけではなく、初期のものでは、飛行船が運用されていた1918年からあり、1930年代には、服用機の発進と帰還が行われていたことがあります。また、第二次世界大戦時にも、有人、無人で、わずかながら運用されていたことがあります。そして現代では、輸送機から無人機 X-61 グレムリンを発進させ回収する試験が実施されており、今も形を変えて開発が続けられています。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。